はい、ということで岩田着きましたね、まあ、乗る人降りる人それぞれ若干のぐらい、まあ結構本数は多いんだよな。はい、で私はこの後そうだ熱海方面に乗るんだけど、ね、まあこのぐらいならあれか。あ、今信号がね変わりそうだったんですぐ渡ってきちゃいましたけども、岩田駅ちょっと和風を意識した京城駅舎。はい、でここだけちょっと屋根があるけどもこれは何屋だったんでしょうね。はい、ここは岩田市の中心ですね。岩田といえばまあジュビロ岩田、サッカーチームはまあ知られていると思うけども、私もなんかそのぐらいの印象しかなくてね、来るのも完全に初めてですね。そう、通ったことは多分いっぱいあると思うんだけどな、何があるか分かっていない。で、とりあえずまず市役所に向かいますね。この駅前の北に伸びる通りをまっすぐ行って左側にあるのかな、そんなに遠くはないはず。お、頑張れジュビロ岩田やっぱりそうなるよな。はい、これもなんかジュビロのキャラクターで、この辺一応飲み屋とかもあるけどもどうなんだろう、もともとここの宿場町とかなんですかね。リベーラ岩田、ヤマハモーターかなんかそういうのこの辺ありそうだけどもな、ちょっと上がっていない。まあでも工場とか、そうなんか浜松もね工業都市ですけども、岩田も単なるデッドタウンというよりはなんかそのね工業地帯がここまで続いてるみたいな、そんなイメージもちょっとあるけどな。で、まあとりあえずまっすぐで、ここが東町か、ここからちょっとバスに乗ろうかと思ってるんだよな。この後ララポートに行くんですけども、これかな、ララポート岩田、あ、これだな、これですね、7時26分、あ、この次のバス停かな、この後市役所行って、ちょっと右手側のアピタのゲーセンに行った後バスに乗るんだけども、その後にちょっとローソンにもね用事があるんで、そうちょっと遠回りでねめんどくさいルートなんだけども、ローソンに寄ってからも寄りのバス停だとここかもう一つ次なんですよね。そう、駅からそのこの道を通ってバスが行くんですけども、はい、適当に歩いてきて、あの奥の建物ですね多分ね。いやー、そう、何が素晴らしいかってこの時間明るいのが素晴らしいよな。今6時50分ですけどもね、そうなかなかねこういうそう今日は5月の11か、夏至が近い時期じゃないとね、そうこの時間真っ暗になってしまうんで、いやー、やっぱこの季節は出かけたいんだよな毎日残業してる場合じゃないんだけどもねどうしようもない。まあそれ言ったら去年もあんまり出かけられなかったし、まあしょうがない部分はあるんだけどもな。はい、ちなみにあそこに三日月が見えてますね。いや、 GoPro ではギリギリ映るかな。はい、あの2日前がねその1日目は 1点いくつかの月がねもう珍しくかなり光って見えていてね、それも面白かったんだけども、この時期だけかな見やすいのはね。そう、まあ夏至の時だとやっぱり太陽が沈んだ時の月の位置関係、そのなんだ夏至の月に近い方がって説明が難しいな。はい、まあちょっとうまくね私も、まとめられないけども、とりあえず市役所行きましょう。はい、着きましたね岩田市役所ね。さすがにちょっと暗くなりつつはあるけどもね、まあ十分だ。はい、一応正面だけ取って同じ道をね引き返してという感じですね。引き返してというか今左に曲がってきたので、まあその向こうですね次は。はい、その市役所のね目の前の道をその東側にね歩いてきましたけど、ここ右手側はずっと高校なのか、敷地はね。正面がもうアピタだ。なんかさっきとはまたちょっと違う、さっきはなんか台地の上の町とかそんな感じなんですかね。意外と起伏がある。で、そうここはなんだっけかなんか全然覚えてないけども、まあ何かあるということでね。そうアピタは結構レア機種メダル期待できるんで、まあ行ってみましょう。はい、こちらアピタ出てきましたね。ここナムコでしたね。なんか一応メダルあってこんな感じのゲーセン自体はかなり小さくてね、まあ、今時の機種ばかりでメダルが例外的にちょっと古いのがあるという、これナムコありがちなパターンかな。はい、なんかこの店舗自体がねもう今も出てるけどリニューアルオープンとかでちょっとアピタらしさが薄いしょうがないんだけど、はい、そう、まあ、まあまあまあこんなもんでしょう。はい、で OK、
その上に月が映ってるな。で、正面にローソンがありますね。そのローソンね、普段ならどうでもいいんだけど、ちょっと今日は寄りたくてね、手前であんまりいい場所がなかったんで、ここ遠回りだけども行きます。いやあ、あっという間に暗くなるな。で、こちらローソン行ってきて、まあさっきのね、駅に戻る方か、ちょっと登るのか。はい、まあここ行って私が乗りたいバスまであと12分ですね。はい、ということであまり撮らずに出てきてしまった。月が見えて、まあ向こう西の方はね、まだ明るさちょっと残ってるけども、それ以外はもう真っ暗に近いな。はい、そこバス停光ってますね。はい、バスが来ましたけども、これ岩田営業中継は私が乗りたやつではないですね。この1分後にララポート経由のが来るはず。はい、来ましたね。ララポートとひらがなで書いてある。ララポート二俣山東。天竜区役所行くんだ。へぇ。結構乗る人いるな。で、ここですね。岩田駅行き、13分後にあるので、それで乗れるみたい。はい、先ほど13分後に乗りたいって言ったけどもね、まあ、結局なんか、ちょっと3階に行くのに手こずったりとかがあって、1本遅らせることにした。そしてもうこれ始発なんだな。もう来ている。乗っちゃいましょう。来ましたね。結構乗ってる人いたな。10人ちょっとぐらい。この時間でもね、まあ、普通にこのバスの需要があるというのが面白いですね。はい、そう、結構車社会のような気がするけどね、この辺。特に浜松なんかはね、政令指定都市でもトップクラスの、その車のね、割合だったと思うけどな。はい、で、この後はですね、まあ今9時10分で、ゲーセンもね、もうそろそろ閉まり出す時間ですけども、一駅、静岡方面に戻る形、ぬくりや駅から、ハピナ浜じゃない、岩立てですね、に行きます。まあ、ちょっとね、そこの10時閉店でね、結構ギリギリなんだけどね、一応まあ行けそうではあるんで、まあそう、まあ、チャンスというかね、まあせっかくなので行ってみます。次のが、静岡方面行き、9時27分か。ちょっと時間15分空いてる。まあ、しょうがない。こちら南口出てきました。まあ、こんな感じ。まあ、明らかに裏側ですかね。で、ここから歩いて3分ぐらいのところ、もう看板が見えてるな。マックスバリューがあるということで、そちら行ってみます。ちょっとちゃんと地図を見よう。はい、この細い道でそのまま行けそうですね。で、先ほどのララポート内の、ゲーセンですけども、ナムコ、まあ、こんな感じでメダル結構ありましたね。そう、まあ、ララポートある程度大きい商業施設内にゲーセン1店舗のみですけども、かなり充実で、これシングルメダルもね、相当、まあ、相当でもないか、10台ぐらい、まあ、ある程度揃ってますし、今、プッシャーはね、特に新しいのが、まあ、一通り、こう、なんだ、完備されているというかね、これ素晴らしいですね。なかなかないんだよな。一応、ラウワンとかはこのぐらいあったりはするけどもね、
はい、ナムコでこれはちょっとびっくりですね。そうで、あとララポートに行く直前の坂が面白かったですね。もうぐねぐね曲がって登ってヘアピンカーブもあったりね。はい、なんかあんな丘の上なんだな。まあちょっとね、夜であんまり周囲の景色わかんなかったんですけども、まあ手前ではね、浜松の夜景とかも見れましたしね。いや、なかなかこのバスも良かったな。はい、そう、なんか地図でね見ても確かに、まあぐねぐね道がいくつかあるゾーンとかあるんだけども、その高台になっているというのが全然わからないというかね。そう、この辺も面白いんだよな。あの下の方はその天竜川のなんかね、その削られたところで、その河岸段丘で合ってる、なんかそういう多分高低差だと思うんだけどもな。はい、でこんなことを喋っているうちに、もうマックスバリューは多分この建物だと思うけどもな。看板がちょっとわからん、まあ、ゲームコーナーは全然期待できないけども、一応行ってみましょう。この辺もマンションとかあんだな。はい、まあ、当然ゲームコーナーないですな。そこの看板は岩田駅南口が300メートルかな。まあやっぱそんなもんだな。はい、ということで、おとなしく駅に戻りましょう。ちなみに今日は5月11日なんですけども、なんかオーロラが見えているとかいうね、話があるけども、まあさすがにここじゃ無理だろうな。ちょっと曇ってきたみたいですしね。はい、そう、北海道にね、住んでいれば余裕で見れたかもしれない。なんでこんな時にね、いないんでしょうね、北海道に私はね。飛行機が飛んでるのが見えるな。下のあれも動いてるように見えるが、なんだろう。はい。で、まあそう、正面が岩田駅ですね。呉田県はなんかこの辺だけなんかな。あんまり分かってない。静岡市内、浜松市内にありますかね。ちょっとなんかそう、あんま把握できてないけども、この辺りだと駅前目立ってるんだよな。はい、確かに古谷って新しい駅だったと思うけども、結構降りる人いますね。はい、そして相当後ろなんだな、これ。そう、なんか真ん中ぐらいに乗れば階段近いかと思ったけど、そんなことはなかったけど。あ、でも古谷駅なんか橋上駅舎かと思ったけど、これ線路が低い。で、割とこう、この、なんか段差が少ないというかね。で、私が行きたいのはピナ、三日月がすごいな。ギラリと光ってるような感じだけども、20分くらい歩くんだ。でも、9時32分で10時閉店なんで、ちょっと本当に急がなきゃいかん。で、列車も40何分後とかなんでね、まあ、そんな、のんびりしてはいられないんだよな。ちょっとわからんけど、この辺、全然あれですな、駐車場ばっかりで開発の余地ありありだな。はい、一応その浜松ね、政令指定都市からも近いですし、まあ結構発展できそうな場所ですかね、これはね。はい、こっちも新しいのかな。まあここまでがそのね、駅からの再開発地区みたいなところで、ここからはおそらく前からあった工場だと思うけどな。はい、完全に工場の中だな。工場挟まれ、道路。これをしばらく行って左、まあこの先、そうなんかイオンタウンね。その一角にあるということだけども、そういうタイプの商業施設がありそうな感じは全くないんだよな。幹線道路はこの先にあるんですかね。はい、ここは同和メタニクス株式会社、ヤマハとも書いてあるけどもね。なんかわかんないけど結構広いですね、奥行きがある。で、とにかくまっすぐだな。地があるかこれ、左大丈夫かこの この案内。あともうすぐその辺で行ける、これ行けないんじゃない。そこ正面信号がある道はまあわかるけども、最短はその手前なんだよな。あそこのフェンスの切れ目で曲がれるってことなの。へえ。はい、普通に道ありましたね。歩いてる人もいるんだ。ここも工場挟まれルートだな。で、正面突き当たりまで行って右かな。で、その先は割とすぐゲーセンがあるはず。今9時43分。はあ、今の道を抜けてきて右に回ったらありましたね、イオンタウンだ。まあなんとかこれだな。ちょっとアピナがちゃんと開いてるかどうかはなんとも言えないけどね。とりあえず店には来たということで。はあ、ちなみにアピナはね、当たり外れがかなり激しいんですよね、そのメダル的にはね。まあそのしっかりしている店舗ね。まあ先日行った、中野県の
どこだっけ、いいな、いいなーで合ってるか、あとは飯田とかね、ああいうところは、まあその、非常にね、ラインナップよく地方にしては頑張っているという店舗も多いんですけども、最近のね、そのショッピングモール併設とかだと、まあ、今時のメダルゲームじゃない、プライズ機のみみたいなね、でメダルゲームなしとかいうのも多いんで、まあどっちかだな、まあ、今回に限ってはどっちでもいいんだけどもね、どうせ遊ぶ時間がない、まあ適当に行ってみましょう。はい、こちらイオンタウン行ってきました。そこの光ってるとこがアピノですね。で、奥がマックスバリューで、マックスバリューの方にもね、一応ゲーム機、プライズ機あっても、こんな感じでね、このだいぶ古いラッキークレーンを鍵キャッチャーにしてるのはなかなか珍しいと思いますね。はい、なんでこれがあるのかちょっとわからない。これ以外1台だけだったんですけどもね。はい、で、アピナ当たりの方の店舗でしたね。まあ、シングルメダル普通にありまして、シグマ系、ボーナススミの Z と、ダブルとジョーカー、その3種類と、あと 52JP、スタッドポーカーですね。それが2台、あとはコナミ系。ぐらい、まあそのぐらいで、あとは海物語のね、そのプッシャーとか、まあそういうのでしたけども、普通にメダルあってね、これはいいですね。はい、でメダルコーナーはね、さすがにもう人いなかったけども、プライズ機なんかこの時間も遊んでる人がいて、まあなんかさすがだなという。で、ここはヤマハなんだな。はい、ヤマハスタジアムというのよね、なんかその看板とかもありましたけども、やっぱヤマハ、これはその楽器じゃなくてバイクの方ですかね。あ、ここのビルもそれ関連で、私が乗る列車までもうあと17分かな。結構やべえなちょっと急ごう。結構歩いてきて、正面のあのね、白い明かり、まさに駅だと思うんだけど、なかなか近づかんな。あとダメだ、時計が見えない。はい、ということで、このなんか新開発ゾーンみたいなねところまで来ましたね。あと5分半は間に合うべ、さすがに。あちょっと今ね、最後信号に合わせようとして若干走って息切れてますけどもね、まあ余裕はあったな。これヤマハスタジアムってこんな位置だったのか、全然なんかわかんなかったな本当に。こっからこう行って、この細い道でね、ここがイオンタウンアピナとかだったんですけどもね。はあ、なるほど、一応だからこっから歩いて行けるんだ、スタジアムはね。で、この辺に古墳がいっぱいあって、これがミクリア古墳群と言われてると。なるほど、はい、最初に見ればよかったねということで10時13分発乗っていきましょう。